5月の上旬、ゴールデンウィークが明けた頃の豊島区に衝撃が走りました。それは消滅可能性がある都市の一つとして豊島区が選ばれてしまったことです。東京23区で唯一です。大都市はあと選ばれてしまったものは都市は、大阪の方に2都市あって、大都市は大阪の方の2都市と豊島区です。東京で23区で唯一選ばれてしまった都市でございます。豊島区は乗降客数1日で250万人を超える乗降客数があるのに選ばれてしまいました。なぜであろうか、私も、私なりにも分析をさせていただきました。豊島区は大学生が多い、女子大生がとても多い都市で、女子大生の時に豊島区に住んでるけど、その後にいなくなってしまうっていうのが多い傾向にあると。やはりここに関して子育て政策、女性への政策が、充実していないから行ってしまうのではないかというふうに思っております。待機児童というのは先ほど申し上げましたけれども、ずっと前から言ってることで、この機に及んで待機児童っていう言ってる、区はちょっとナンセンスではないか、今まで行政が怠慢だったツケがここに出てしまったのではないか、私は本当に危機感を持っております。今回の報道に関しまして、確かに住みたい町、住宅業者様のデータで住みたい町3番住んでみたい町とかに、上位に選ばれましたけれども、子育て世代が選ぶ上位10位までのランキングには全く入ってませんでした。それも同じ住宅メーカーさん、提供するメーカーさんが出したものでございます。本当に危機感を持っているのか豊島区は。これはデータがひどいんじゃないかという楽観視している方が本当に多いと思うんですよね。私は今子育て世代ですので、本当に危機感を持っております。本当に消滅しちゃうんじゃないか、そんな時に、現在50億という試算をしている、ホール、現庁舎跡地にホールを作る計画がございます。豊島区は大学もたくさんあります。アウルスポットであったり、芸術劇場、芸術劇場は東京都のものでございます。あとサンシャインにも劇場があります。民間の劇場を含めましてたくさんの劇場があります。そんな中、新たなホールが必要ではないと思っております。私は、芸術劇場の活用がいいんではないか、現在芸術劇場を管轄しているのは東京都ですけれども、豊島区が管轄しても悪くはないんではないか。やはり今ある施設を活用する、お金、財政がふんだんにある都市でしたら50億のホールを建てても悪くはないと思います。ただ財政が本当に厳しい、そして消滅可能性がある都市と言われてしまった豊島区においては、今ある資産を活用するしかない、そう思いまして芸術劇場を活用できないかということを訴えております。そして文化政策というものは日頃の生活が充実してからの政策だと思っております。決して悪い政策だとは思っておりません。私も観劇を見たり、オペラを見たりするのは本当に好きなんですね。絵画を見たり、ただそれは東京都という大きな箱で考えていいと思うんですね。芸術は上野に見に行こう、歌舞伎は歌舞伎座に見に行きたい、オペラどこに見に行く、上野だったり初台だったり他のところにね、着物を着て特別な気持ちで見に行きたいという気持ちがございます。別に自転車に持っていけるから1回は見るでしょうけど、リピーターが来ないとダメだと思いますので、ちょっと50億をかけた箱物って言っていいんでしょうかね、ホールは必要ではないんじゃないか、今の豊島区には必要ではないかなと思ってます。必要なのは子育て政策、女性が安心して暮らせる豊島区であってほしいと思っております。女性が安心して過ごす、安心して働く、女性が安心して働く、そして子供を豊島区で産んで豊島区で働、豊島区で子育てをする。で豊島区の、教育っていうのは結構いいですね。がん教育であったりいい教育をしてるんです。すごくもったいないですね。で豊島区は交通網が発達してますので、公立小学校、公立中学校だけでなく、私立であったり国立であったり、いろんな学校に通ってる子がたくさんいます。
本当に交通の便がいいということで、もったいないんですね、このまま消滅してしまったら、うん、それで、働くところと住むところが近いのがやはり体にとっても家族にとっても負担がないんではないかと思いますので、ぜひとも豊島区、こんなね交通の便がいい豊島区に住んでいただいて、働いて幸せに過ごして暮らせる豊島区であってほしいと思っております。そんな中、やはり先ほどお話ししました子育てクーポン、子育てに特化しますと子育てクーポンを選べる子育て政策、これは、ソフトの面で行政が頑張んなきゃいけない。だけど行政だけではやはり限られた知恵しかないので、民間の知恵もふんだんに活用していったらいいんじゃないかなと思います。で、豊島区は住宅事情、マンションがとても多い、アパートマンションが多い、共同住宅がとても多い地域です。そんな中で子育てする住宅がなかなか、ないんですけれども、最近私がちょっと気になっているのがリノベーションという言葉が流行ってまして、面白い若者がこの街にはたくさんいます。古くなったマンション、アパートを改装して、そうすると、女性が結構喜んで住んでくれるんですね。そのリノベーション活用した民間の方、活用した街づくりができないかなっていうので、今若者たちと一緒にいろんなことを考えてます。